はい、ええー、どうもこんにちはタッカキッチンです。さあこの間のねドラゴンクエスト TV のね、えー、確定版と。 言ううべきでししょうかはい、えー、広場に掲載されましたこちらね、うんまあ、相変わらずになんかね大事なことをしれっとねあのちっちゃい字で、ね、書いてあることとかね、まあ、あとねちょっとこの書き方は分かりにくいだろうっていう、まあ、こともね相変わらずの運営さんの言い回しですかね難しい言い回しをね、えー、されてたので、ね、ちょっとね、まあ、詳しくねご紹介をね、えー、していきたいと思いますはいまずはこちら新サービスクエストスキップまあちょっとね、あのー、リスナーさんからもね、えー、質問をいただいたんですよ クエストクリアしたときってこれって報酬どうなるのっていうね、まあ、質問も、えー、ありましたが、えー、赤字も赤文字ねクエストクリアのより解放される機能を使えるようになるのはもちろん報酬経験値などね特訓ポイントも受け取ることができますので安心してくださいということとまあ新たなね条件、まあ、条件って難しいものじゃないですけどね、あのー、こちらクエストスキップはねこの条件でできますよという内容もありましたので次ご紹介します。 はい、クエストスキップを利用するためには、一人前の証が必要。そして、さらにはそのクエストの受注に必要な、プレイ環境、まあ、レジステーションコードなどが必要になります。えー、まあ一人前の証はね、ストーリー進めたらね、もう序盤の序盤でもらえるもんですからね。まあ ね、いきなりキャラメイクした後終わりましたっていう人じゃない限りはねできますよねうんでプレイ環境、まあ、バージョン7とかバージョン6とか遊べるね、あのーまあ、レジステーションコードを入力してますよとかっていう環境になっている方は、えー、そちらのクエストによる、えー、スキレストスキップが受けれますよっていうことですねさらにパック内容のセットのね内容の、えー、クエストの中でクリアしてる分が、えー、あった場合は その時は、そのクリアしてるものは消費しません、プレミアムゴールド。なので、例えば、6つパックのうち2つクエストクリアしてるよっていう場合は、4つ分、まあ、1クエスト150プレミアムゴールドなので、なので 600PG かな、えー、消費するってことですね。なので、クリアしてる分はちゃんとね、消費しませんので、安心してください。 まあ、ディレクターコメントですね、まあ、本当はすべて遊んでクリアしてもらえると嬉しいんですがねっていう、まあ、やっぱり作ったもんですからねストーリーも、ね、あの関わってくるクエストも中にはあるのでっていう話なんですけども、まあ、ドルボードや、ね、カバンクエストとかね、まあ、そういった、まあ、ストーリーに直結しないね、あのー、もうクエストも中にはあるので、まあ、そういったものを、ねあのー、使ってくれると嬉しいんじゃないかなっていうような、ねまあ、運営さんからの、ねえー、コメントでした。 はいってことでねこちらでねちょっと衝撃的な事実がありましたまあレベル上げが大嫌いだっていう人にはね結構嬉しいことかもしれないけどレベル上げ好きだよっていうまあ僕にとっては結構ちょっとがっかりしたんですけどまあキャラがねこれ以上強くなっちゃったらまずいのかなっていうなんだろうかなまあ職業レベル上限が130から133になりますということで。 まあこれね基本1年ぐらいだったっけレベル上限がねあの解、ー、放されなかったのなのでだから3レベル一気に上げたのかなってちょっと思ってたんですよそしたらこちらねはいレベル上限解放の新シリーズになりますバージョン7では一度に上限解放するレベルを上げて上限解放クエストの回数を減らす予定ですということで 一気にレベル3ずつ上げてく理由はこういうことだったのかっていう意味でしたね。いやー、なので、ちょっとね、レベルを一気に上げれなくなっちゃったなっていうのは、まあね、そんなにたびたびあるわけじゃないってことだよね。マイフェーズ、マイフェーズ。なので、もしかしたらじゃあ7.2は上限、レベル解放上限がない可能性もあるんだよね。配信者の僕としては うかつにちちょっっっとできなくなくゃったよねまあサブキャラがいるからサブキャラでやればいいんだけどうわー同じ条件でできればいいんだけどちょっときついなまあでも何よりレベル上げが大嫌いな人はすごくこれ嬉しいよねはい続いて旅芸人のスキルラインまあ基本的にデバフが入ってれば入っているほどダメージがえー高くなるっていうこととまあハッスルダーフツのねえ射程距離かなうん 射程がね、あのー、範囲が広くなったのか範囲が広くなったっていう、まあ、修正だったんですがさらにね、細かかいことが分かりましたまずこちらドン、えーとーまあ、先ほど言ったね、悪い効果を付与させるスキルを習得するようなほか、えー、悪い効果が付与されるほどのダメージが上がる特技たたりめ演舞が追加されたっていうこととはい、扇乱舞も、えー、ダメージアップを狙えるようになりました。 まあどういうことかというと畳め演武が、えー「ドラゴンクエスト TV」では悪い効果を付与すればされるほどダメージが上がるよ3回ダメージ上がるよ攻撃だよっていったね、えー、紹介だったんですけども実はこの扇乱舞もダメージがね、あのー、上がります悪い効果つければついてるほどでさらに、まあ、詳しく後で紹介するんですけども、えー、既存の特技の強化版である「扇の舞」回と「百花両乱回」回の、えー、特技が おしゃれさが高ければ高いほど悪い効果の付与かの成功率が上昇する特技と感じになりました。うん、今まで今までって器用さが高ければ高いほどその状態異常っていうのをね。入れれたんですけども、状態異常が入れれる成功率がおしゃれさ依存っていうね。はい、えー、感じになったみたいです。 そしてこちらがね扇の前回、甲、え、が、ー、行動感覚延長、まあ、ボビオスなんだろうねを付与する場合があるおしゃれさが高いほど行動感覚延長の成功率が上昇するそして百花両覧には、えー、呪文体制低下を1段階から2段階に強化してさらに魅了を与える場合もある。 えー、そちらもおしゃれさが高ければ高いほど幻惑らには呪文体性低下未了の成功率が上昇するって感じなんですけどもこれ未良これいるか、まあのー、旅芸人奥義がまあ攻撃特 っぽいかかからレベル上げととで使えるんじゃねとかっていう感じで思ったんだけどこの「魅了の状態以上があるとサポートがね攻撃をしてく,なくれなくなるんですよねなのでデュラハンとか僕結構使えるようになるのかなと思ったら、まあ、ピンクタイフーンにも魅了があるしさらには百花両蘭に魅了がついてしまうのでデュラハンがね魅了されてしまった場合イタズラモグラが攻撃してくれなくなるんですよね範囲攻撃なので全然使えなくなっちゃうじゃんと思ったんだけどね はい。続いて、えー、旅芸人、扇のね、追加スキルの一覧、こちらね、はい、えー、なっております。まあ、先ほどもね、ご説明した通り、扇乱舞がね、対象に悪い効果を付与されているほどダメージがアップが、えー、調整内容として追加されております。そして、状態異常成功率、えー、っと、チャージ時間も短縮されますと。うん。まあ、ただやっぱりこれ、魅了がある限り、ブーメランじゃないのと思うんだけどね、ブー、魅力いらないよね。 そして、ね、ハッスルダンスの、ね、内容が変わりました。うん、回復量が上が上るよっていう、ねはいえーまあ、調整となっております内容としては、ね、一定以上の回復魔力とおしゃれさを持つキャラクターが使用するハッスルダンス超ハッスルダンスの回復量が増加,す増加するように回復量のルールを調整します。 まあこちらもエンタシスマンだとかミステリードールのハッスルダンスも反映されてますよっていうことなんですがまあどういうことかというとまあ先ほど言った通りえ回復量アップしますよっていうことですねうん。今までって回復魔力プラスおしゃれさがえ1000だったかな上限がえ1000以上超えても回復量はアップしませんっていうねあのまあ効果だったんですけどもえこの度え1000以上ねあの回復量が上がるよ 前以上になっても回復量上がるよっってていうね調整となっております、えー、回復魔力とおし,ゃれおしゃれさが一定以上の値になった以降は上層する回復量が、えー、鈍化するよ、まあ、少なくなるよっていうことですねうんまあ別マナーと同じ修正なんですよね多分続いてデスマスターの、えー、スキルラインのね調整もあったんですが、えー、情報になかったものが、ね、あるのでご紹介していきたいと思いますこちらだいぶ強くなったよね、まあ、まずは、えー、デスパワーの 獲得量の増加がすごい呪詛で1分の1だって大呪詛で2ゲージ貯まるってでサクリファイスで2ゲージすごいね、まあ、ますますデスサイズがね打ちやすくなりましたよねさらには資料の導きで与えるダメージ量を増加して資料の守りでダメージ軽減率を増加する、うん、ガルドドン戦もまた有利に進めれますよね で資料覚醒術で、えー、ダメージ完全ガードに変更になったということで30秒間ね強すぎる。 さらにね、資料自体も強くなったんだよね。うん。で、ドラゴンクエスト TV では、攻撃力の、えー、上,がっ上がったっていう書いてあったと思うんですが、骸骨、えー。こちらね、特技の威力が上がったっていうね、変更になったみたいです。特技の威力ね。うん。だから、ただのエペチだと、まあ、上がってないっていうことなんだろうね。で、ゴーストも呪文の威力と守備力も増加して、えー、行動間短縮もお互い4秒になったと。で、鎧の騎士の、 あ,のあれパワーアップした解放した時が3秒ってめちゃくちゃ強いよね。まろの騎士5秒他のやつに比べてね1秒遅かったんだけど解放することによって3秒になるってことはかなりね早くねターンを回せるよね。さらにデスマスターキアリーなんで今更キアリーって思ったんだけどまあ50から使用可能ですということと。 はい。えー、パラディンと総侶にね、加えて、しかもね、あの、パラディンと総領より高いね。まあ、死を司る職業ですからね。その、即死系の攻撃に弱かったら意味ないもんね。はい。即死ガードが50%。デスマスター、もともとついてます。だから、指輪で100%にできるんだね。即死。んー、指輪のみで。すごいなぁ。デスマスターのみです。 はい、続いてまあ扇特技、まあ、旅芸人に応じてこちらね先ほども説明したんですけどおしゃれさね、あのー、依存するよっていう話もしたんですけど他のね、えー、まあ職業だったりモンスターだったりもこの花吹雪と百花両覧に至っては原爆の成功率は呪文体制低下の成功率はおしゃれさのステータスもね依存してるよっていうことですね。これからはおしゃれも見ないといけないんだね。 はい続いてこちらフリーバッジのね大イオウイカ1のバッジの効果をえ変更するみたいですねえ効果っていうかまあ書き方っていうかまあ効果なのかえ今まで大イオウイカの1のバッジの効果が攻撃ダメージの10%回復なんですが。 えそれを攻撃時 HP 回復プラス10%に変更しますということでどういうことなのこれ、高木ちゃんと思う方まあね、これね、書き方がね、ちょっとね、難しく複雑しすぎてるんですよね、まあ簡単にはミラクルブーストと同じえールールでダイオウイのね、特技の効果が発揮しますよってことです。今までって例えばその 固定の特技だからは回復しませんとかっていうねなんか必要なその代わりブレスとか呪文でも回復するよみたいな感じだったんだよね確かねダイオウイカってねうんそれをえーちょっとね攻撃の種類が煩雑だったためそのビラミラクルブーストまあいわゆるえっと通常攻撃特技かっこ単体複数回数攻撃範囲そして必殺 が、えー、と回復ししまますよっていうことになりました、うん、ただし呪文とブレスなどは対象外になります。まあミラクルブーストは呪文とブレスで回復しないもんね。うん、で、えー、一応に回復できるの上の限は、えー、ミラクルブーストと同じのルールと同等ですってことなんですけども。 攻撃時ヒットポイント回復10%はミラクルブーストに回復量は劣りますが、まあ、その代わりミラクルブーストって特技ついたらアイコンついてなりますよねあっちの効果って別に特技を使ってアイコンが出るってわけじゃないのでもう常にえ効果が発揮されてますのでえっ、ー、といてつく波動なのでは効果が解除されないよっていうことを伝えてるっていうことですね、うん、回復量はその代わり劣りますって形なんですが、まあ、簡単に言えばミラクルブーストのルール、まあ、いわゆる通常攻撃特技 え必殺ででで回復できまます、えーえー、凍てつく波動ではあのー、解除されませんその代わりミラクルブーストより回復量は劣るよっていうねはい、えー、変更みたいですで108装備のねはい、えー、素材が緩くなるよっていうね一覧なんですがこれはすごいよね防具か事のこのブレスガーターと獅子王の大盾これがパルブッパの ねえ、あれになるんだね、まあ。特にブレスガーダーって未だ健在の装備なので、これを安く買えるってことはいいことなんじゃないでしょうかね、ブレスガーダーね。ねえ、あのまだブレスを持ってない方は、まあ、7.1で買った方がお得ですよね。まあ、どうだろう、値段もっと下がるよね。うん。獅子王の大盾なんてもう雷ブップは狙ってくださいって言ってるようなもんだよね。腕が鳴るぜい。 はい、そして、異界アスタルチアから、これびっくりした、パッて見たらさ、新たなプレゼントを追加しますって書いてあったから、あ、何、新しいなんかプレゼントまたもらえるのかなと思ったんだけど、あ、ああのー、キャラクターにあげるプレゼントの内容が増えるっていうことねっていうことですはい。で、真意がね、売春をすから追加されて、そしてさらにね、異界の仲間にね、一部の状態異常がね、あのー、追加されますよ、状態異常体制が追加されますよっていう内容ですね。 こちらね、あの、ヒューザは雷ダメージ10%減で、転びガード20%、ミリオガード、エ、えー、ステラが炎のダメージ、減の即死ガードの縛りガード、といったように状態異常がね、あるんですが、もうええやん、聞かなくてっていう、バレリア様とかユシュカとかね、アスバルなんて魔王様だよっていう。 ちょっとあの、まあ、あの、バレリア様と一緒に冒険しててさ、即死ダメージ食らって罰になった瞬間、ちょっと血の気引いたもん。え、魔王様、普通の雑魚的に即死させられとるんやん、と思ったよ。いいやんっていうね、魔王様なんだから即死効かなくてもいいじゃんっていう、まあ、あれでしょうね。RPG あるあるで、敵の場合は強いけどあの、味方になったら弱くなるっていうあるあるなんでしょうね。 はいそしてラダガード白号にも、えー、もちろんついております。炎ダメージ10%減、オビエーガード20%、ミリオガード20%、風ダメージ10%、マヒガード20%、オビエーガード20%。うーん、まあ100にできないからね、どっちみち装備着させられないからね。なんかあの、プレゼントをしてたらさ、状態以上の耐勢も上がってくとかさ、なんかこれもプレゼントはね、あのー、ミリオ体勢上がるようだとかさ、そういったものが ああるるとととねね育成システムがあるとちょっと面白そうだよねどのキャラクターに耐性100がつけれるかっていうのもねまた楽しそうなんですけどね。ってことでこちらの盗賊で行く人えーっとまあなんだけど今度からね使えるようになりますと敵をスタンさせてダメージを与える目的でできるとアイテムは入手できませんってなりますそしてさらに盗むもバージョン7.1以降も使用できないよ っていうことですそして <laughs> 一部のフロアにある草の高さを低くしますってどの部分だろうそんな草気になったかなはい続いてパニガルムの回収と更にはかん、うん、コンメイコパニガルムだねのお話の中でちょっとねあれこれ注意しないといけないなっていうこともあったのでちょっとご紹介していきたいと思います。 はい。コンメイコパニガルムかな。こちらの参加条件となっております。バージョン6、天性の英雄たちの導入。食、ま、用、あ、レベルが110。防具をおかかしを装備している。占い師の場合は装備しているタロットデッキが成立している。まあ、1枚とかかけ取ってもダメだよってことでしょうね。うん、原生コパニガルムをクリアして、創生玉を入手したことがある。まあ、1回でもパニガルム行ってないといけませんよってことですね。女神の木を育てている研究に協力している。まあ、 強化をしていることが条件っていうことなんですね。これね、混明賞っていうのかなうん。混明賞っていうのは、その混明の精霊の、えー、成長に必要な素材なんですが、それはどこから手に入れるかというと、混明賞は、えー、パニガルムの、えー、モンスター討伐後、えー、期間限定のモンスターを戦った後に宝箱から入手できるんですが、最大が50個まで所有できるらしいです。 50個以上は要は所有できないのでどういうことかというとまあその精霊を育てきった後とまあある程度貯めとけばねもう次から行かなくていいやっていうことができなくなってしまうってことだよねまあどれぐらいその精霊を強化するために素材が必要なのかちょっと分かんないんだけど50個以上ストックできない以上まあその使用個数にもよるけど行き続けないといけないよね常にね。 あ上限をつけて縛りを入れてきたって感じなんだね。なるほど。そして、えー、っと、創生玉ってコンメイコパニガムで集会したらもらえるのっていうねあの、質問もあったんですけど、もらえないみたいですね。集会したらもう、創生玉は。まあそ、初めの初回報酬が30個、まあ30個もらえればちょっと恩文字だと思うんだけど、でも2週目以降1個も取れないのはちょっと寂しいよね。まあ、コンメイションを3個ずつ。 手に入れてけって感じなんですけどもまあとにかくチャッチャッチャッと早く作り終わって50個貯めて終わってくっていう感じなんでしょうかねいやどれぐらい使うんだろうね1回にここでちょっと気をつけてほしいんですけどまあコンメーションパニガルムの初回報酬で先ほどのまあ報酬がもらえるわけなんですがまあおそらく2つですよねコンメーションと,えと普通の創生玉がその2つを1個も受け取らずに外に出た場合は次 新しく言っても宝箱は出るんですが、どっちか受け取ったまま、1、えー、個だけ取ったまま外に出てしまうと、もう初回報酬は受け取った状態になってしまうので、そこだけ気をつけてください。だから、コンメーションの先ほどの50個制限ね、50個制限は、 強化してから、えー、と、取れるようにね、あのー、してくださいっていう、こ中書きですね。うん。何もアイテムも受け取らずに一度退出した場合は、コンメーションを消費してから再挑戦されることをお勧めしてますって感じなので、その、やっぱり50個上限っていうのは、ちょっと、なんかありそうだね。続いて、緩和ですね。あのー、パニガルムの。庭ランクの上げるための必要な合計レベルを変更しますと。えー、20。レベル2は20。3が40って形になってますね。 これ上限と別にいらなくないっていうね2話ランク1からとかでも一気に突出してあげれればいいのにね続いてバリーキャンプのねえっと変更がありますよってことなんですけどもえーまあ新しいボスが出てきてね報酬も新しくなりますっていうような内容を上の方は書いてあるんですがまあ紹介したいのが僕はここね 職業スキルラインの調整とともに旅芸人とデスマスターが SSS ランクに到達するスコアを調整していますっていうことなので今度から SSS ランクって旅芸とかで取りやすくなるんじゃないかってちょっと思ったんだよねだから状態以上めちゃくちゃ入りやすくして火力を上げて旅芸人で、えー、スコアを取りやすくなりましたっていう修正なのかなって思っておりますはいってことでまあこれバシッ さんですね、シリーズのクエストの第2話を追加します、まあ、特に新しい、えー、その情報はなかったんですけどちょっといまだにねコメント欄でねあのー、いやこうですよっていう方がいたのでちょっと改めてご説明しますねはいドンクエストをクリアするとルーラストーンバシルーラストーンエテーネルキューブアビスジュエル 魂の食材、えー、の結晶、お招きの翼、キメラの翼を使用した際に、天井を無視して移動できるようになりますってことなので、クエストをクリアしない限りは、天井を無視していけません。なので、例えばその6.5だよね、そのバシルーラストーンって6.5のス,テ、えー、ストーリーをクリアしないと、まあ、受けれないっていう条件があったと思うんですよ。なので、そこまでストーリーを進めてないキャラは、 えー、天井突切なんか中にあのー、ちょっとくえっ、ー、と新しいバージョンになったらどのキャラも天井突き破れるんだよ高木ちゃんってちょっというコメントを頂い,いたんですけどもうんクエストをクリアするとですからね、あのー、天井突き破れるのはまあそこだけねちょっとまた、えー、ご紹介しておき,きたかったですはい続いて、まあ、今回新たに「施設ガイド」っていうねえっ、ー、とまあ項目が 出てくるみたいですですそこからもうルーラストーンとしてね移動手段でね飛べる場所は飛べますよっていうことが、えー、回収があったんですがでパニーガルムの項目を追加してこの「継続特典ミノノ」とドラグエン「ドラゴンクエスト10ショップ出張販売所」の項目は施設ガイド、まあ、コンテンツガイドから施設ガイドに引っ越しますのでまあコンテンツガイドからなくなってよって焦らないようにね気をつけてください。 さらにはね、レプリカ加工。まあ、像が増やせるよって内容でしたよね。で、コラボの像はいけないよっていう形だったんですけども、はい。えー、他に職人が作成した家具には具、えー、像、キャラクターやモンスターなど、そして縫いぐるみも、そしてバレンタインホワイトデー,ホワイトデーのチェアとソファーとか壁掛け家具も全部レプリカ加工できるみたいですね。うわ、すごいね。バレリア様めちゃくちゃ増やしたい。じゃあ今後からあれ、 ゾウ複製できなくなっちゃうんかな ?10 万ゴールドだけ一体。まあでもする必要はちょっとねなくなっちゃうんですけどね。 またね、これ、大事なことをさっと書いてあったのでね、これ危なく見逃しそうだった。俺でなきゃ見逃しちまうぜ、みたいな、そんな感じでしたね。はい。設置した職人設備が複数で同時に使用できます。まあ、今度からね、あの、フレンド、チーム以外で、マイタウンの、あの、職人設備を、誰、誰もがね、設定すれば、誰でも OK を設定すれば使用できるようになるんですが、 一つの職人設備で複数人使用できるようになりました。だからこれイベントとかすごいやりやすいよね。ただ一つの職人の設備でみんな複数人やれるってことはね、周りで大成功とか、うわーいってやられてたらちょっとイラッとする人も中にはいそうですけどね。はい、これもさらっとね、書いてありましたね。えこ、ー、床闇の聖戦、床、えー、聖守護者。 の回当選期のバトルで全滅した場合 HP1 でバトルに挑戦する前の場所に戻されるようにしますとこれで葉っぱがねちょっとね節約できるだから小さなメダルすごい節約できるよねこれは嬉しいトガビトと同じ仕様なんだよねさらにバトルトリニティのボーナスジュエルからランダムで入手できた無動のコインが出なくなりますその代わり結界の守護者が出るようになります はい、えー、これ一体どこだよってね毎回ちょっと思うんですけど一部マップのモンスターの配置場所と出現紙を調整しますまあ多分おそらくこれイベントかなんかのモンスターなのかなこれどこか教えてくれればいいのにね何のモンスターかねはいってことでこれちょっとね僕焦ったんだけどね読み違えてあ大丈夫でしたねうんまあ一体どういうことかというとまあ今郵便で10個以上あったら まあ普通のプレゼント呪文ってアイテムコードって入力した際ってさらにプラスどんどんね上限がね追加されてまあ11個目12個目なのでゼルミアシートとか上限20個しか持てないんだけどプレゼント呪文やアイテムコードでもらった場合って上限突破できるんだよねその個,その個数ねまあ受け取ることができなくなっちゃうよっていう通知なのかなと思ったら 400通が上限となりますって結構だよね、400通ってね。<laughs> なので、適度にね、郵便をねこう、受け取ったりしてる方にはあんま関係ないのかなと思う。とにかくねあの、引退しちゃってあの、今は触ってないよっていう方が400通上限となるから、そこからはあの受け取ることができないよっていう、えー、と通知ですね。通知というか回収ですね。はい、ということで、こちらバージョン7.1の更新スケジュールとなります。まあ、新作海イベント。 幻の海トラシュカこれ前半は結構忙しそうだねでハッピーくじで落ち着いてトガビトあ、まあ、トガビトとお宝写真はいい塩梅ばいの、ね、配置ですよねまあその後バトルグランプリ、まあ、トガビトで全力投球できるよねっていうことだよねでも6個が6個6個来るだけかいみたいなそして終わったらあのね伝説のモンスターバトル協力バトルが始まるっていうねなかなかねあのスカスカかなと思わせといてこそうな 内容なんですけども、実は、ドン、暑くて暑い夏がやってきます。まあ暑いわね。バトルグランプリも真夏に開催されます。暑いバトルグランプリが真夏に開催されます。そして、予定には載ってない、あれやこれ、まあ、高木ちゃん、安西さん言ってたじゃんって思う。いや、分かるよ。うん、分かるんだけど、あれやこれっていうことは、複数ですよ、これ。うん。 まあなので僕としてはイメージ的にはここから釣りイベントが開催されるだけなのかなと思ったんですけどこれもありますからね一体どのこれなんでしょうかめちゃくちゃ気になります続いてお出かけメンディーツールからの,あの紹介されなかった内容をご紹介していきたいと思いますはい「お出かけゼルメア」どういうものかというとゼルメアの正門とジェムを消費して指定した防具を で、獲得できる、必ず。その代わりに、に、えー、年金効果はランダムです。ただし、プラス3です、全部。プラス3ね、プラス2はないので、えー、かなりお得ですよね。うん。で、その代わり、新装備は無理です。えっ、ー、と、100から120のものが対象の装備となっておりますっていうことなんですけども、こちらね、追加でジェムを支払うことで、 同じ種類の防具を追加で1つ探すことができます。なので、頭の、えー、マエ麻大使の頭って設定したら、追加でジェム払ったら、また麻英大使の頭がね、ポンって、えー、もう1個ね、もらえるみたいです。で、そっから選択してもらうって感じなんですかね。これ、一気に2個受け取れないらしいね、1個みたいですね。さらに追加された防具も、錬金効果はランダムです。さらに、チャレンジミッション。 にお出かけラリーを利用するということと、マイコーデコレクションで1回投稿を見る、ハウジングコレクションで1回投稿を見る、夢のかけらの交換所を利用するという追加ですね。まあ、ジェムを使わないものをね、ね嬉しいんだけど、夢見のかけら交換所を利用するって結構ハードル高いよね。はい、えー、さラストにね、これ。あのー、これはかなりね、美味しいなと思った。うん、夏気道はやっぱり。 ねあのー、ゲーム内でやるとかなり大変ですからね、まあ、ジェム購入してまでやりたいよねハートのテーブル肉購入してね、まあ、どれぐらいのジェムなるか分かんないんだけどね、まあ、牧場コインでは購入できませんっていうね、まあ、ちょっと露、ね、骨す,すぎるけどね、まあ、でもいいねれ嬉れしいねこれはねうん、まあ、とにかくモンスターのなきき度はお金を払ってやった方が早いぞっていうことですねこれ。 はい。ってことでね、ドラゴンクエスト TV のね、確定版、まあ、広場で掲載されましたよっていう情報でした。えー、まあね、ちょっとね、さらっと書いてあった内容はね、ちょっと読みにくいよっていうものを抜粋してやったので、まあ、ちょっとね、読みやすくなったとは思います。はい。良ければね、参考になったら、えー、高評価、えー、チャンネル登録、よろしければお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね、バイバイ。